はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、山順です。実はですね、今回久々にギターを買おうかななんて思っております。で、今向かっているところは、いつもの G クラブ東京なんですけども、今回はギブソンじゃなくて TRS のプライベートストックを狙いたいと思います。藤川さん顔出しで写しておきましょうか、うちの YouTube の方に。スリムクラブです。いやそれ俺 P 入れないといけなくなります。いいじゃないですか、こんぐらい奇抜じゃないと面白そうだな。奇抜っていうか、これはもうあの極上中の極上。じゃあ岡さんもうちの動画に。ちょっと待って、スリムクラブです。いやお前ら全部じゃないよ。恥ずかしいです。あれですよね、電車で3つの席のやつ2人で。いや、2人です。お前だけだよ。いや、ちょっとここ使います。ここ使います。うわ、こんなやつなんだ。今即戦力です、このカメラ。パトリシアさんは顔出さない方向でこう映しておかないと。いや大丈夫ですか、顔出しちゃって。はい、本当ですか。でも本当にあの初めましてなんですよね。パトリシアさんが。なんかでもこれすごいいい音してたんですよね、本当に。どっちかって言ったらギブソン寄りなんですよ、音が。ただ多分俺買ったら多分ここは黒にしますね。俺の顔寄りのちょっと村木さんを今、今回村木さんは多分あれですね、モザイクかかんないですね。いや、出演料あれじゃないですか。出演料これでいいじゃないですか。これの売り上げ。直接反映されるんじゃないですか。はい、ということで今、デイ2、2日目です。今日曜日なんですけど、昨日ね、ちょっと時間切れだったんですよね。審査というか、ローン会社さんの都合でちょっとダメになってたんで、今から、昨日手続きとか全部終わらせてたんで、果たしてね、これがどうなってるのかっていうのを今聞きに行こうと思います。もしかしたら、お持ち帰りになっちゃうのかなと思っております。まだ何も聞いてないんで、ちょっとドキドキしながらね、G クラブに行きたいと思います。いや、でもね、この状況で、もしだけど、もし仮に変えちゃったとすると、この間のセディナは一体何だったのって話になるんですよね。だってギブソン USA のレスポールの中堅クラス1本分ぐらい高いものなんで、今回これでちょっと通ってたら変ですよ。まあ、あの審判会社は二度と使わないでしょうね。さあ、お店到着です。藤川さん、お疲れ様です。どうもです。ありがとうございます。おめでとうございます。やっぱりこれはおめでとうございますなんですよね、多分。まあ、正義は勝つというか。SE じゃないですよ。いやー、マジか。おー、キャンセルしようかな。いやー、変えちゃったか。やればできますね。あ、いやー、変えてもうたわ。これがコピーじゃなくて原本。これ原本ですよね。
うわマジかー。いやもうこの全体的にあの保護色のようにこの茶色が埋まってますね。埋まってる感じですね。全体の木目とこれのあの迫力のあれがすごすぎちゃって、このヘッドのこのバードの存在感のなさというか、ね、あのもうちょっと残念ですよ、ね。あの他があのこうビカビカ強い。もうちょっとやっぱりアバロンがっつりしてほしかったなって。いや多分ねこれ一番いいやつ使ってるんだけど、それ以上にこっちまで、ね、うわーってきちゃってるんだと思う。なんか見覚えある紙ですね。あでもなんか PRS もいろんなものついてるんですね。そうこういうギブソンカスタムショップがあるど真ん中で言う話じゃないですけど、あのギブソンではやらないことですもんね。こういうおしゃれな粋な計らいじゃないですけど、まあでも変えてよかったな本当。もういいか。ここ使いましょうか。俺だけなったら作りたい。まあということで、G クラブ東京さんで初めてのプライベートストック、PRS のギターを変えることができました。これも、いつもお世話になっている藤川さんと岡さんと。村木さんのおかげでございます。はい、ということで、まあ、もしお茶の水とか、来た際にね、ギブソンのギターとかカスタムショップの、ギター弾いてみたいとか欲しいなと思った人は、まあ、他のお店だとちょっと弾きづらいなっていうイメージあるかもしれないですけど、 G クラブさんとかに行けば、まあ、ある程度高いものであれば弾かせていただけますので、気軽にね、伺っていただければと思います。なんかありますか。こういう風にたまにポールリードが入ってくるっていうのもありますので、はい、ということで、今回ありがとうございました。はい、はい、ということで、まあ、何かあったら G クラブさんの方に、来ていただいてね、まあ、よくいいね出会いがあったら1本買っていただければなんて思っております。ということで、今回、初めてのポールリードスミス、プライベートストックを買うという流れになった動画でした。お蔵入りにならなくてよかったです昨日のが。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。またこのチャンネルとかがね、よかったなとか、まあ、ちょっとまたギターが欲しいなとか思った方いらっしゃったらチャンネル登録と、高評価お願いいたします。それでは、山順でした。バイバイ。今回本当にありがとうございました。はい、以上です。